マック赤坂候補、新人スマイル党総裁マック赤坂候補でございます。それではよろしくお願いいたします。新宿の皆さん、スマイル出ますよね。いや今回ね、もうあと残り1週間、私も300万円国家に納めましたけども、落選しても何の悔いもありません。それは皆さんのスマイルが私のスマイルよりもとてつもなく素晴らしいからです。私はスマイルを世界に広げたい、東京も世界一のスマイル都市にしたい、そういう願いが立候補をさせる動機でありました。しかしこの1週間マックがスマイルを与えるどころじゃありません。この都民の皆さんの私より100倍素敵なスマイルを、スマイルをいただいております。ありがとうございます。そして、まずもってマック赤坂の、簡単にプロフィールをお話しいたします。1948年名古屋で生まれました。ですから私の前任者の松添洋一君と年齢は同じです。そして、高校が随良高等学校、これはあの命のビザで有名な、杉原千畝、その母校でございます。そしてトップの成績で京都大学農学部に入学し、バイオの研究をいたしました。今回21名の中で、2名が京都大学 OB でございます。ただもう1名の鳥越さんは京都大学文学部、文学部は京大の中で誰でも入れる学部です。偏差値が私の農学部が医学部の次に高いところでございます。そして伊藤忠商事入社いたしまして25年間、勤務いたしました。その中でレアアース、レアメタル、の事業を始め、私が、48歳の時、独立し、ピークで年商50億円とレアメタルの専門商社を作り上げることができました。そして今回私が東京都知事選挙に立候補しました、政策をまず申し上げます。あのチラシどんどん、あのチラシがありますので、私は自民党も共産党もありません。もう一人で戦っておりますんで、セルフサービスでお願いいたします。いや、そんでそしてまずもってあのバカでかい東京都庁を私はぶち壊します。そしてとにかくバブリー、非番隊です。一つは役人天国でございます。東京都の職員16万5千人、もちろん一生懸命